どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとうマリオットボンボイカードがですね発表されました。ということで今回の動画ではですね、こちらの速報ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで私ねコロナに感染してまだね治療中なんですけども、まあ一応ねだいぶ症状が落ち着いてですね、熱とかもなくてちょっとね咳が出る部分がありますんで、ちょっと聞きづらいところがねあるかもしれないんですけども、一応ねかなり元気になりましたので、本当にね心配していただいた方ありがとうございました。ぼちぼちねやっていきたいと思いますので、今後ともねよろしくお願いいたします。ということでとうとうですね、こちら SPG アメックスなんですね、大人気のクレジットカードだったわけなんですけども、とうとうねこちらの後継となるねマリオットボンボイカードがですね本日ね発表されました。でですね、今日まで知らなかったんですけども、今回ねこのマリオットボンボイカードっていうのはアメリカンエクスプレスが記者会見でね発表みたいな感じでねされたみたいなんですよね。私もね全然知らなかったんですけども、で今回ね、マリオットボンボイカードね発表されましたということで、種類はですね2つね発表されました。マリオットボンボイアメリカンエクスプレスカードっていうクレジットカードと、マリオットボンボイアメリカンエクスプレスプレミアムカードということで、2枚のねクレジットカードが発表されました。で気になるね特典なんですけども、ちょっとね私の方でね一覧作らせていただきました。で今までねこのSPG アメックスね利用されてた方もね多かったかなと思いますので、ちょっとね SPG アメックスもね表に入れて一覧ね作らせていただきました。でまずですね、券面の方を見ていただきたいんですけども、券面はですねこんな感じの、券面になっております。で一般カードね、ノーマルカードの方がちょっと灰色がかってる感じなんですかね、クレジットカードっていう風になっておりまして、プレミアムカードの方がちょっとね黒っぽい感じのね券面になるんですかね。まあこれはねちょっと、実際に発行してみないとね、まあ、どんな感じかっていうのはわからないですけれども、まあ見る感じだと特にね印字が裏になるとかねそんな感じはなさそうなんですけども、まあ券面はねこんな感じになっている感じなんですよね。で年会費なんですけども、一般カードの方ですね21,000円プラス税金ということで23,100円っていった形になります。でプレミアムカードの方はですね45,000円プラス税金ということで、こちら税込みだと49,500円っていうね年会費になります。いやねかなり高いですよね。で家族カードの方はですね、1枚目がね、一般カードの方もプレミアムカードの方もですね1枚はね無料っていう風になっておりまして、2枚目以降はですねこんな感じで記載がある通り、一般カードの方は14,550円プラス税金、2枚目の方が22,500円プラス税金っていった形になります。まあこちらはですね、今までねSPG アメックスの時は1枚目からね年会費がかかってたっていうわけなんですけども、まあここはねいい点かなっていうところですかね。で還元率なんですけども、 SPG アメックスね、100円で3ポイントね貯まるクレジットカードということで、まあ、かなり優秀だったわけなんですけども、残念ながらですねこちら一般カードの方はですね100円につき2ポイントっていう感じになりまして、プレミアムカードの方が100円につきね3ポイントということで、本当にねこの SPG アメックスの内容がそのままプレミアムカードにね入ってきたっていう感じなんですよね。ですんでこの一般カードの方ですね、2万1000円の方ですね、こちらね年会費は23,100円税込みかかるわけなんですけども、100円決済でね2ポイントしかもらえないっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね還元率かなり少ないかなっていうところですよね。でホテル利用時もですね一般カードとねプレミアムカードに分かれておりまして、一般カードの方は100円決済で4ポイントで、プレミアムカードの方は100円で6ポイントということで、こちらもね SPG アメックスの部分がそのままね入ってきているっていう感じですかね。でまあ貯まるポイントとかね、最大マイルのね還元率とかは今のところね変わらないっていう感じですね。まあ貯まるポイントは変わらないですけど、
どね。で次にねホテルステータスの部分なんですけども、 SPG アメックスはね発行するだけでマリオットボンボイのゴールド会員に、ね、なれるわけなんですけども、こちらもね、プレミアムカードにねそれが入ったっていった形になっておりまして、一般カードの方はですね、発行するだけだとシルバー会員っていった形になっておりまして、こちらね年間決済で100万円利用していただくと、この一般カードの方はねゴールドステータスになることができるっていった形になるんですよね。でプレミアムカードの方なんですけども、こちらはですね SPG アメックスの時と一緒で発行しただけでゴールドステータスになれるんですけども、その後ですね年間400万円決済していただくとプラチナステータスに、ね、なることができるっていった形になるんですよね。ですので今までねマリオットボンボイっていうのは決済額でプラチナステータス以上に、ね、なることが日本ではねできなかったわけなんですけども、今回ねこのマリオットボンボイプレミアムカードのね誕生によってですね400万円ね年会決済していただければですねプラチナステータスになれて、でプラチナステータスになれるということは、まあ、調子がついてねラウンジとかもね利用することができるっていった形になるんですよね。で次にですね更新特典ですね、まず、一般カードの方は宿泊実績がね5泊分もらえます。でプレミアムカードの方はですね宿泊実績が15泊分ねもらえるっていった形になるんですよね。いやかなりねパワフルな感じになりましたよね。15泊ですからね。ですんでまあ本当にライフタイムプラチナとかねそういうのを狙ってる方はですねかなりね強いのかなっていうふうに思います。で更新特典の部分で今まで SPG アメックスっていうのはクレジットカードを保有して更新するだけで宿泊実績が5泊もらえて、プラス無料宿泊特典ね5万ポイントまでの1泊分のねチケットがもらえたわけなんですけども、マリオットボンボイのね新しいカードになってですねこの無料宿泊特典っていうのはつくにはつくんですけども、こちらね条件が入るようになりまして、継続していただいてなおかつですね年間150万円の決済をしていただくと無料宿泊特典がね獲得することができるっていう風になりますんで、一般カードのね方は3万5000ポイントのね無料宿泊特典が1年間にね150万円決済するともらえるっていった形になりまして、プレミアムカードの方は150万円決済していただくと5万ポイントのね無料宿泊特典がねもらえるっていった形になるんですよね。ですので今まではですね本当にクレジットカード更新だから本当に3万4100円だけね払っておけば無料宿泊特典ね取れたわけなんですけども、今後はですね利用しないと無料宿泊特典ねもらうことができなくなったっていう風になりますんで、まあ、ここはねちょっと残念ポイントかなっていうところですかね。で次にですね100ドル分のプルートパティクレジットっていうね、これ結構ねあの公式サイトでは結構デカデカと出てるんですけども、これはセントレジスとかリッツカールトンとかそういったホテルに2泊以上連泊するとこの100ドル分のねクレジットがもらえますっていうねものなんですけども、まあこれね対象のねプランとかで利用しなきゃいけないんで、まあちょっと実際に使ってみてないんです、何とも言えない部分ではあるんですけども、おそらくね使いづらいんじゃないかなと思います。で次にですね手荷物宅配サービスということで、SPG アメックスね成田関空府中部ね今も帰国時にね利用することができるんですけども、これはですねプレミアムカードになって羽田空港はね対象になります。これはね結構いいメリットだなと思います。まあちょっとね今利用することがね難しい部分があるんでちょっとっていうのはあるんですけども、今までね SPG アメックスはね羽田空港対象ではありませんでしたので、まあプレミアムカードねになってですね羽田空港ね利用することができるっていった形になります。それでは次にですね年会費の改定のタイミングについてなんですけども、今回ですねマリオットボンボイカードがね発表されましたよね。ノーマルカードとプレミアムカードで、今現在ですね SPG アメックスを持っている人はどうなるかっていう話なんですけども、まずねこの SPG アメックスっていうのは今ね私持ってますよね、この SPG アメックス。 SPG アメックスを持っている人はマリオットボンボイのプレミアムカードに自動で切り替えになります。ですのでこのカードが廃止になってどっちかのカードに申し込むわけではなくてですね、 SPG アメックスを持っている人はそのまま何もしないとですね公式サイトを見る限り
プレミアムカードに自動で移行みたいな感じになるんですよね。ですのでこちらの年会費は34,100円ですよね、 SPGMX で。新しいマリオットボンボイカードは49,500円ということで、かなりね値段上がりますよね。なんですけども、公式サイト見るとね、自動で切り替えっていう文言が書いてありますんで、これね放っておくとですね、あの34,100円の年会費だと思ってたものが49,500円になり得るっていった形になりますんで、 SPG アメックスね保有されている方はね注意していただきたいなと思います。でこの年会費がですね変更になるタイミングなんですけども、2022年の5月11日以降のね年会費請求分からね変わるっていう感じになりますんで、まあ私はねあの SPG アメックスのね更新が8月っていう風になりますんで、8月のね次の年会費の更新は何にもしなかったら49,500円のね請求が来て、私ねもうそろそろねあれなんですよ、有効期限が切れるのが今年の8月なんですよ。ですので49,500円のね請求が何にもしなかったらね、8月か9月に来て、で多分そのタイミングでクレジットカードの券面もね変わると思うんですよね。ですのでもしね継続するかしないか、今 SPG アメックス保有されている方は決める必要があるっていう風になりますんで、まあ、今回ですねマリオットボンボイカードね発表されましたけども、まあ、結構ねツイッター等々ではですね意見が分かれている感じなんですよね。まあやっぱりね SPG アメックスね非常にいいカードだったんだなっていう風にね個人的には思います。本当に34,100円で年会費をね更新だけ払ってればね5万円分の無料宿泊特典がもらえて、でそれでね宿泊することもできるっていう風になりますんで、やっぱりその今までがねちょっと良すぎたんでしょうね。やっぱり予想ではねかなり悪くなるんじゃないかなと思ってたんですけども、やっぱりね全体的に見るとね解約なのかなっていうところですかね。まあ400万円のね決済を積めればですねプラチナステータスになることができますので、年間の決済額をね集められる人であればですね、年間5万円と400万円の決済集めればプラチナステータスになれちゃうんで、まあ400万円決済ね集められる人であればですね、かなりいい今回のね改定だったんじゃないかなと思うんですけども、まあ私みたいにですね年間400万円のね決済集めるとかねそういうのができない人はねなかなか厳しいかなっていうところですかね。まあ今回ちょっとね速報でね動画作らせていただきましたので、これはどうなのみたいなねところが皆さんねかなりあると思いますので、じゃんじゃんねコメント入れといていただければなと思います。それをね参考にしつつですね次の動画ね作りたいなと思っておりますので、その点もね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですねマリオットボンボイカードがね発表されましたので、ちょっとね速報で動画ね作らせていただきました。皆さんねぜひ先ほど言ったねわからないところもそうですけども、ぜひね感想コメントいただければなと思います。ということでちょっとねまだね完治しておりませんので、ちょっとね聞きづらい部分がねかなりあったかと思いますけども、ご視聴ねしていただいて本当にありがとうございます。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。